ありがとうございます。びっくりした。なんか、名乗れるように言ってた。めちゃめちゃ回ってます。どうぞ。
っていいですか？嬉しい、いただきました、ありがとうございます。かわいい、かわいい、ほら、誕生日00001、かわいい、ありがとうございます。今日じゃあ何を2000円買ったかというとあれなんですけど、水着が来るまで時間かかる、なんかキーホルダーにもなるアクリルスタンドっていうのをつけたので全8種あ、全8種、うん、で、ちょっとどれが当たるか分からないのか、これ1個ずつ買ってみたので、狙いは8割が欲しいです。モモンガが欲しいです。おっ、ウサギ、ウサギが出ました。じゃん、カニ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 、かわいい、カニ、カニ、かわいい、カニが当たりました。カニ、かわいい、かわいい、これだからキーホルダーにもなるし、アクリルスタンドにもなるらしい、こういう、あ、そうそうそう、ゴールチェーンがついてるらしい。あ、で、台座も入ってる、ほら、あ、ほんまや、サッカーボールやん、そうだ、かわいい。だからこれを出る、こうしたらこう、見てください、今日の髪型、今日の髪型は編み込みスリーのパキパキふわふわヘア、なんと私事ですが明日10月6日誕生日なので、今日はちょっと可愛い髪型をしたくてヘアメに行ってきました。いつも自分で結構やることが多いけど、今日はちょっとちゃんと美容師さんにやってもらって、桜を日本でつけてもらって検討しようね、はい、後ろから見たらこんな感じです。いつも声かけてくれる優しい優しいサポーターの方から1日早いけどプレゼントいただきました。開けてみます。じゃーん、メロン、スメロンのキャンディー、メロンキャンディーです。もう一個いってる、すごい、すごい、見て、メロン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 、可愛すぎる、メロンのゼリーいただきました、嬉しい。今日の注目選手を教えてください。今日の注目選手は背番号14番福田裕也選手です。みんな見てほしいって写真にもなってそうです。ダメ、よし、選手はやっぱりこの間ダートでシュートがたったの3本だったっていうことで、シュート打たないと点が入らない、点が入らないと勝てないっていうことがつながってくるので、フォワードの選手がいいなって。今日の注目選手は、坂本凛さん、坂本凛さん選手です。連敗やん、期待してます。とにかく点が欲しいので、ね、点が取れなきゃ勝てないので、ね、思ってほしい、ここにあの仕事なので、ね、はい、坂本井さん選手頑張ってください。ちなみに今さ、ドリュー怪我でいないらしい、なんかドリュー選手なら来ていません、来ていません、凱旋ならず、だから白井ハルト選手がスタメンやった。そんなことがありかったな、4月の話で半年ぐらい前の話、怖いけど、はい、白井ハルト選手もね、元ガンバの選手だって注目したいと思います、注目しながらということで、
いや、失点が早かった。まあ、ダービーの時よりはいいけど、ちょっと立て直してはきてるんですけどね。今日は結構攻められてはいるんですけど、最後の決定的なところが狙わない。めっちゃ惜しいシュート何回かあったけど、失点の白井晴人選手やられました。FC 琉球の時もやられたんですけど、いやなんか本当に悔しいですね。前半に追いつきたかったけど、もう後半やってもらうしかないですね。後半は絶対逆転しましょう。コンサドーレ札幌戦、これにて、久しぶりです。